はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 さあ今日もですねもう本当に恒例とさせていただいておりますが非常に楽しく見させていただいているキンキキッズの YouTube 公式動画の中から YouTube オリジナルライブの映像を見させていただいておりましてというかちょっと。 なま,まして前回「僕は思う一人じゃないの子」のメドレーでねお互いのソロの曲を聴かせていただきましたけれども前回第8弾から今日は第9弾「キスから始まるミステリー」という。 この楽曲をね聴かせていただきたいと思いますけどもいつものように概要欄を読ませていただきましょう KinKiKidsYouTube キキキオリジナルライブ第9弾はデビューシングル「ガラスの少年」と同時の1997年7月21日にリリースされたデビューアルバム「 A アルバムに収録されている「キスから始まるミステリー」と CD デビュー以前より歌われておりあ、そうなんですね堂本剛さんが主演を務めていた日本テレビ系ドラマ「近代一少年の事件簿」第2シリーズのエンディング曲としても、えー、起用された k i キ,キッズを代表する1曲と「えー、ガラスの少年」と同じく作詞松本隆さん作曲山下達郎さんによるすごい豪華ですね楽曲であり デビュー候補曲にもなっていたとへ25年以上も色褪せない名曲 k ンキ k i デビューシングルの候補曲の一つだった「キスから始まるミステリーを YouTube オリジナルライブでお楽しみください初代金田一はじめかなはいが歌います金田一はじめですよねこれ一二つ並んでますよね近代一じゃないですもんね <laughs> すいませんほんといろんなことを詳しく知らずにね語ってしまいますけどもあれイヤホンど,っどこ行きました背中の方にひっくり返って落ちてましたけどもさあそれでは座じゃないさあそれでは行ってみたいと思いますよえー、第もう9弾ですね。 キンキキッズの「キス」から始まるミステリー YouTube オリジナルライブバージョン4分25秒の動画再生ポンさあいつもの「ポーンポーン」「テッ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 テテッテテッテテッテいつも剛君こうやってねこの辺でコップを持ってお話ししている映像が1秒ほど12秒ほど流れますけど「テッテッテッのすごいレーザー光線綺麗な。 照明の映像ですこれが今回の映像のちょっとねダイジェスト版で流れてたのかなさあそれではダタラッタタタラッタタラッタタラタタタ長いなたッタラたタって何回やったんでしょうダッタ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 ッ あこの曲ねテンテンテンテレレンテテンテンねテッテッテッテテッ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 テノリッテ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 ッるッテッテッおッテ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 ッッテ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 ッのッ さあ小一君優しさの意味教えてよ君の涙に酔っちまう前に君の瞳に溺れちまう前に難しい不器用な天使綺麗な声の響きお二人でじゅ同時にユニゾンを歌ってます四つだね僕はもう夜はおうさまようなバスバドーン、うん、恋はミステリー人は無 ねに悲しい謎を書きしが生きている難しい生きすぎできないあめろいろんなナイフを静かに吹きかけて難しい君が欲しい君が欲しい,欲しい、うん、他には何身もいらないよ格好こいいよしくいらないよで君が欲しい君が欲しい 失うもものなど何もないわ剛君かっこいいそしてくるっと後ろを振り向いて青いライト赤いライトがぐるっと回ってかっこいいですねでさあソロのギターが入って「ラ,ガタガタラ,ラララララ」いいね足のステップ踏みながら剛君リズムとってますかかっこいい「てっていやすごいな「うわてってかっこいい剛君「おもたらふとを渡る途中」 もう一度キスをしようよ B メロディーニゾーン本当に心地いいですわわして愛して u b ビブラート b しく t a l to t s Yeah So please ためて恋はミステリー心の即後編のがあったらすてきだね恋はミステリー亀はすっ気にするいたのは揺れてる証拠だね 恋はミスうわ難しいなこれまた」「心さまぎの奏でるクレッシェンド」「恋はミステリー」「ねじみのる君の背中をひそかに寄をした」「君が欲しい君が欲しい」「時間は任せの味方だよ君は欲しい」 君が欲しい。かっこいいね。手の振りが二人とも。やね、しっかりとさせていめて。君が欲しい。わこの繰り返し大変。君が欲しい。他にはかっこいいよ、寿司君。いらないよ。君が欲しい。君が欲しい。失うものなど何もない。なんでいいビブラート。わまだ続く。君が欲しい。 てテてててててテカテカテカてかギターの人もノリノリサックスも入って「君が欲しい」うん「テンテンテン鍵盤」「テンテテテテン」うわっちょっと君 <laughs> のリズムの取り方かっこよすぎますね何ちゅうんだろう私がやっても全然再現できてないですけど「ステ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 」 制限できないのにやらないでよって感じですよね。いやーあのつよし君は多分ね、まあこれを見る限りの私の勝手な感想なんですけど、裏側のリズムを取るのがすごく好きなんじゃないかなと思うんですよね。なんかステッテッテッテンってこれ表で取るとステッテッテッテンってこう一二三四でも今の最後もステッテッテッテンってこのこれと合わないですよねタイミングが。 ということは表ととと合わなないってことは裏なんですよスタッ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 とここっち側のアクセントが、まあ、手であったり足のこう跳ね方であったりでまあピチ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 取れてますよすごく心地いいですね見ていてもねグルーヴ感が決して光一があが取ってないわけじゃないです光一もこもリズムを取ってるんですけどもっと細かいリズムがきっとね中敷の頭の中になってますねスタッタッタ,ッタッと聞こえてますけど本当は。 <laughs> ちょっと <laughs> うまく表現できてないですけど「ステッテッテッテン」って聞こえますけど本当は「テケ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 ステ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 ちょてっとゃんか多いなわかりますかねまああの本当に音楽的に言うと4で取ったら次細かく取ると8で取ってその次は16で取って、まあ、その次は32とかこう4の倍数でね、えーまあ、リズムというのはこう進んでいくんですけれども。 多分それがくくの場合すすごく細かかいいんじゃないですか、ね、だからただスたって手がちょっと動いてるこの動きも全部細かいリズムと合っている感じが、まあ、体の中で取れててもああやってこう表に出してねやろうとするとまたそれもこう自分では取れてるんだけどもこう動きが合わないとかなってしまったりもするんですけどいや見事です本当にまずは剛んのこのリズムの取り方が細かくてかっこいいなっていうのが一つ。そしてですね この楽曲まあ聴いてみたら全然知っておりましたけれどもこれはね難しいですよ多分今まで見てきたキンキッズの楽曲この YouTube オリジナルライブねいろいろこれも難しいあれも難しいって言ってきましたけど断トツこの曲は難しいですね。まず A メロがもうそのメロディーというかもう語ってるみたいな感じで。 くんはもうです、ね、その語っている感じのメロディーでもやっぱりこうリズムの幅が細かいのでなんかこうしっかりとリズムに乗っかって歌っている感じにもう聞こえててすごいなと思うんですけどで同じように A メロを歌った時の光一君もリズムは合ってるんですけどやっぱりその言葉の言い方とかが剛志君に比べるとちょっとこう柔らかい感じになるのでまあどっちが正解ってことはもちろんないんですけどテケ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 ,テケと細かいリズムでとってる方が

つよく君がこうリズムの裏側を取るのが好きなんじゃないかっていうお話し,しましたけどこのサビのところの入るタイミングが全部裏側なんですよね。123434キー君が欲しい君がこのパンの前から入ってく裏っ側なんですけどまずこの裏っ側からとるっていうこと自体が、まあ、難しいんですよねどちらかというと。 でそれがサビの頭でなおかつ高い音からでそれが同じ音が続くもうこれをね音程とるのはね至難の技ですこれ本当にでもうこれ今ずっとお二人歌ってて一回もそこの音が外れないですよまあプロだから当たり前と言われたらそうかもしれないですけどでもこのフレーズが何回もあったらね 私と比べちゃいけないですけど私が歌ってる場合は二回ぐらい怪しいことになると思いますね今ももう怪しいもんねなんかこう助走がなくて一気にポンとその音に当たらないとハマらない曲なんですけどでそれがずーっと裏側から入るのに高い音さらにそれが続くっていうのがねこれがね上がっていったり ちょっと動いてくれたりすると、まあ、最初の音がまあ万が一違う音が鳴っても、まあ、なんかこう調整歌い回しで何とかいけそうな気もするんですけどじゃあ6個の音符の中で頭の5個が全部同じ音ですもんねいやー歌うメロディーとしてはほんと難しい。でそれが

今度は4つ一緒いやーこれは大変歌うのは。でそこが終わった「ララララで終わったかと思ったら「ララタタタタタタていやだからまあ何が言いたいかというとすごく歌う方としては取りにくいメロディーだしえー あ,あそこにまた歌詞がはまっていって歌うというのはすごく大変だと思うんですけどお二人ずっと繰り返し最後の、ね、サビのとこあっても全然苦しそうにもならない何ともう余裕しゃくしゃくで歌ってる感じなおかつその音がピタピタピタと全部こうしっかり合ってるっていうのがこれまあ「ガラスの少年」の時にも言ったと思うんですけどパッと聞いたらなんかね 歌いたくなるのはすごいキャッチーな曲なんですけど実際歌ったらもうすごい大変こんな風には歌えないという感じの「ガラスの少年」よりももっと難しいと思いますいやすごいなだからこれを普通に歌えてるのがまあ比べちゃいけませんけどいつも言ってますけど私がこの曲今の繰り返し最後のサビあんな歌ったらもうだんだん「らららだらだらららだらとかあのもう 体の動きももっと派手になるし顔の形ももっと高音と響かさなきゃと思ってこうねだんだん疲れてきて空気も出すのが苦しくなってきますからだんだんこう勢いが落ちてくる分頑張んないといけないってなってくるんですけど全然平気そうです二人ともいやこれはすごいわうん難しいんですけどねいやこれは大変な曲なんですよ皆さん お二人とも楽しそうにというか楽そうに歌ってますけどこれデビュー曲はねまあまあ結果論だと思いますけど大変皆さんもちょっと歌うのこれしんどいなってすぐなっちゃう「ガラスの少年」の方も難しいけど「ダランダランダランダラ」とこう「ダララルダラララ」とこう動いてくれる分だけまだねちょっと出しやすいというか最初の音さえ取れればあと下ってくる時にはまあね なんか歌い回しで何とかできそうと思うんですけどなんでこのサビの頭の方も出てこないんだろうな。ってる、うん、恋はうお休みから入って恋はミステリーいやー大変素晴らしいもう本当に素晴らしいと思いますお二人ともものすごい安定感と。 えー、繰り返しの高い音であっても苦しさが出ないという見事な歌唱ですうーん私はちょっとこの歌歌うってなったら結構気合い入れないと歌えないんじゃないかなと思いますけれどもということで今回もですね思うままにいろいろとお話をさせていただきました皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました